それでは発表させていただきたいと思います。木村圭司と申します。今回なんかテーマとして医学部の話ですとか、あとは心理とか認知の話が多かったので、もしかしたら皆さんあまりこれ農学生命科学についてご存じないかもしれないんですけれども、まあ語弊を恐れず言うんだったら、いわゆる農学部系のところに所属して私は研究をしております。いわゆる作物とかの話はなくて、もうちょっと広く環境問題とか動物や植物と人との関わりとか、そういうことを深くやっているような学問でございます。それでですね、で私はこの中でバイオクラスト、まあ、乾燥地で研究を展開しており、バイオクラストと言われるものについて研究をしています。ちなみにバイオクラストって聞いたことある人、挙手でも何でもなんか反応していただけると嬉しいんですけれども、はい、首かしげてくれた方もいらっしゃいますが、そうですね、ご存知の人はほとんどいないと思います。やっぱり日本だとあんまりこの手の研究はないのかなと思っていて、ちょっとそういう意味では誇りがあるんですけれども、そんなバイオクラストについて皆さんに解説できればいいかなというふうに考えております。本日の目的と目標です。乾燥地におけるバイオクラストの、まあ、どういったものなのか、概念と有用性、どういうふうに便利なのかということを理解して、まあ明日にでもですね、お友達さんに喋っていただければ僕としては一番嬉しいかなと考えております。でそのためにはですね、まずはそもそも乾燥地って一体どういうところなのかということについて、ちょっとまずイメージを正していきたいと思います。であとは2番目なんですけれども、じゃメインのバイオクラストは一体どういうものかという話なんですが、主に2つ構成要素ありますので、それを覚えていただければというふうに思います。そしてこのバイオクラストじゃあどういうところで便利なのかとか、どういうところで役割を果たしているのか、そういったことを、特に環境への効果を、いくつか挙げられるようになってもらえばいいと思います。じゃあまず乾燥地について話すんですけれども、早速ですが、チャットを使って皆様に、意見を伺いたいというふうに思います。まあ、僕としてのクエスチョンは、乾燥地と聞いて、皆さんイメージするものを、教えていただきたいというふうに思っております。例えばですけど、ジャングルと聞いたら、高い木とかいっぱい、蒸し暑そうとか、場所としてアマゾンとかあると思うんですけれども、はい、こんな感じでサボテンとか、砂漠とか、皆さん答えてくださってありがとうございます。オーストラリアはオアシス、イラストにはラクダ、アリ地獄、飲み物持っていきたい、サスオリ、アフリカ、あ、そしてデスバレー、なるほど。寒暖の差を話してくれてる方も、作物育たない、高いところ、チリっぽい、トカゲ、水がない。皆様、ありがとうございます。そうです、大体皆様のイメージの通りだと思っております。で実はですね、まあただイメージだけでちょっと学問はできないところありますので、もう少し、数字とか、どういうふうに実際の場合定義されているかということを、皆さんにまずお伝えしたいかなというふうに思います。数字的な定義で言いますと、乾燥度指数という、まあ式が一応存在して、それがまあ0.65という一定の値を下回っている場合に、その場所は乾燥地だというふうに定義されております。国連のミレニアム生態系アセスメントっていう、まあ環境に対してどういう評価を、どうなっているのかっていう評価を行った、まあ国連が提言したやつがあるんですけれども、そこにはこのように定義されておりました。で、この中の中では、陸地面積のおよそ4割を占めていて、かつ人口の3.5割をここに住んでいるというふうにも書かれております。結構だから、世界的に見ると乾燥地は珍しいものではなくて、むしろ半分ぐらいを占めているポピュラーなものだというふうに考えてもいいんじゃないでしょうか。で、まあもちろん数字としての定義はこんな感じなんですけれども、じゃあ実際どういうような、要素景観をしているかっていうと、このようになっております。まあ一般的には皆さんが指摘してくれた通り、まあ水が少ないということなんですけれども、まあ雨が降ってくる雨の量が少ない上に、ほとんどがその蒸発してしまう、まあ飛んでってしまうと、失われることによって、結果植物とかほとんどない砂漠や草原などの、まあ見た目景観になっているような地域を、乾燥地というふうに定義しております。砂漠を指摘してくれた方いっぱいいらっしゃるんですけれども、草原ですね、いわゆるサバンナじゃないですけど、ああいうようなちょっとしか植物入ってないところも乾燥地の一括りになっている場合があるので、ちょっとご注意ください。で、乾燥地っていうのは、まあ、そもそも栄養が少ない、まあ、水がないわけですからね、そういう状態だったりとか、あとは乾燥など、やっぱり生き物にとって厳しい環境がになっているというふうに、理解されております。ただ、先ほど人口の3.5割住んでいるという話もありましたし、サボテンとか
バッタとか、いろんな植物とかそういうのもやっぱり動物、動植物はそこの場に生きているんですね。で、目に見えないですけれども微生物もそこに存在しています。で、今回目に見えない、目に見にくい微生物が実はテーマになってきております。じゃあ本題のバイオクラストって何なのよという話なんですけれども、定義としては一応上の改括弧で書いてある部分になっております。微生物ですね、シアノバクテリア、藻類、菌類、まあ、カビですね、地衣類、穀類などの、活動によって砂粒子が団粒化し地表面に形成される膜状の構造というふうに定義されております。まあ、ご専門じゃない方いっぱいいらっしゃると思うので、今回はまあ非常に単純化して申し上げますと、地表面にできる砂粒と小さな生物のシート状の構造だというふうにご理解ください。地表面にできる砂と小さな生物のシート状の構造になっております。で、まあ見た目としてどんな感じなのという感じなんですけれども、左側だと、上から見た状態ですね、こう緑っぽくなっているところと、あと黒っぽいところも実は、バイオクラストの一部となっているんですけれども、結構いろんな、まあ、地味ではあるかもしれませんが、色をしております。あと横から見てこう見るとこうやって つまむことができるぐらいの硬さにはなっているんですね。結構凹凸があってザラザラしているんですけれども、まあこの FFP で講義していたですね、ある方がメロンパンの皮っぽいというふうに非常に分かりやすい例えをしてくださってですね、僕もそれを使っているんですが、まあ、本当にザラザラしていて薄さもそれぐらいのものはありますので、ちょっと色は違うんですけれども、まあ、見たメロンパンの皮に近いのかなというふうに考えております。じゃあ、このバイオクラストについて、まあ、大体の皆さんイメージこんなものかと分かったかもしれないんですが、じゃあ実際何をしてくれているのかというところなんですよね。食べられるのかという話なんですけれども、まあ、残念ながら食べることは叶いませんが、別の機能を有しております。大きく5つ挙げられていますが、まずは、炭素と窒素の固定です。まあ、固定って難しい話なんですけど、要は気体の二酸化炭素とか窒素を、まあ、吸収してくれるという働きがあります。まあ、温室効果ガスとして CO2 は有名なので、なんとこれを減らしてくれる働きがあるんですね。ある研究だと窒素については、大気中を固定する量の半分ぐらいはこのバイオクラストが担っているという研究結果も出ているぐらい、結構実は活動的なやつなんですね。で、あとは栄養分の増加です。先ほどのこの吸収された、炭素とか窒素は、地面に、還元されます。そうすると、栄養が少ない大地っていうのがこいつらの効果によって、まあ、比較的、肥沃な栄養がいっぱいある状態に戻すことができるというふうなことも言われております。あとはですね、地表面をこう覆っているわけですから、蒸発で出ていく水の量が、減少するということも言われております。つまり、比較的潤った状態に地表面がなるということです。あとは、地表面をこう覆ってくれているわけですので、風とか、あとは結構ジャーッと雨が降った時にですね、地面がこう流されてしまうということが少なくなります。そしてこう、まあ、栄養を増やしたり、あとはそういった物理的な安定性を増加することによって、植物が、種がですね、そこに定着しやすくなったり、あとは発芽および成長しやすいような状態も、想像、考えられるというふうに指摘されております。このようにですね、実はバイオクラストあまり知られていないんですけれども、この環境の厳しい乾燥地においてのその土地の回復ですとか緑化の推進に、使えるんじゃないかというふうに期待がかかっている素晴らしいものになっております。あとは、もっと言うとですね、環境問題の緩和にもしかしたらつながる可能性も示唆されております。私はですね、こんなバイオクラストについて、実はこのバイオクラストがそのどういうところにできやすいかとか、分布ですねがあんまり実は定量化されていない節があるので、そちらについて研究を実は日々行っております。さて、本日のまとめになっているんですけれども、こう最初に3つ申し上げました。乾燥地のイメージを説明できるバイオクラストの構成要素と形を、皆様挙げられる。そしてバイオクラストが持っている環境への効果っていうのを、まあ、いくつか挙げることができるというふうになっておりました。乾燥地の水については、まあ、雨が少ないがために生物にとってやはり厳しい状態となっているというふうに考えられていました。まあ、乾燥指数が1個数学的には、数値的な定義になっております。あとは2つの構成要素ですね。砂粒と、あとは小さな生物のシート状の構造になっていた、まあ、メロンパンっぽいというふうにも例えられました。そしてバイオクラストは先ほど言った、空気中の炭素とか窒素を吸収したり、あとは水が蒸発しにくいことを通じて植物が入りやすくなったり、
土壌を改善するという効果をもたらしております。参考資料は以上になっております。本日はご清聴どうもありがとうございました。